こんばんは。ここは JR 東日本新宿駅です。ご存知スイカペンギン別名社長の前で動画を始めております。今回はこの日7月12日に新宿発で運転されました臨時夜行列車に乗っていこうと思います。皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、この日中央線はですね、沿線火災の影響でかなり遅れておりました。一時は僕が乗る、臨時夜行列車も運転するのかどうかちょっと心配になったところではありますが、どうにか復旧しまして無事運転されました。この動画を出せるようになって本当に良かったです。噂をしていれば早速この表示がなされています。23時58分発特急アルプス号白馬行きです。ムーンライト信州の廃止から6年ぶりに中央線の夜行列車が復活しました。待望にしていた鉄道ファンの方も多そうです。中央改札の方の電光表示にもこのようにアルプス号の表示がなされています。また7番線発車の松本方面への列車も結構珍しい気がしますね。7番線だとなんか新宿若潮とか総武線の方に行くような特急列車が発車するイメージが多いです。ホームに降りてきますと回送列車になる E353 系が止まっていました。この車両があてがわれるわけではありませんが、この車両があてがわれても別に良かったんやでと思わなくもないです。ただあてがわれたのは特急踊り子で使われております E257 系2000番台です。このように7番線にも案内表示が出されています。また新宿駅の構内放送でもですね、特急アルプスの名前が英語の放送とか流れておりました。そこら辺のシステムの関係は僕は詳しくは知りませんが、昔録音したのが撮っていたとかそういうことなんでしょうかね。多くの鉄道ファンがこのアルプス号を一目見ようとこの7番線ホームに殺到しておりました。対照的に埼京線湘南新宿ラインのホームには、これから終電間際の列車で帰ろうという方々がいらっしゃいました。花金ですからね、どっかでお酒を引っ掛けてきたのでしょうか。そしてフェイントというか、梅雨払いというかそんな感じで成田エクスプレス用の2259系が回送で発車していきました。あれもいい車両ですよね。またそのうち乗りに行かなきゃ。そして発車20分前くらいでしょうか、本日の主役大統領 E257 系2000番台の9両編成の車両が入線してきました。皆さんスマートフォン、カメラ、タブレット、思い思いのウェポンを手に掲げながらこの入線シーンを撮っておりました。僕もその一人です。今となっては非常に貴重な夜行列車、それが復活したというのですから、多くの鉄道ファンの方が釘付けになるのも納得です。残念ながら特急アルプスの専用の表示はありませんでした。特急と2文字の表示が LED に浮かんでおります。まあ、こればっかりは仕方ないんじゃないでしょうか。このためだけに専用の表示を作るのもまあまあ手間がかかるようなイメージがあります。この列車の指定席の切符は全て売り切れているというの案内がありました。しかしながら直前にキャンセルも何個か出たみたいで、それを拾えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。今晩一夜を過ごす座席に着席です。そして全席指定らしいんですけれども、踊り子の時に使うこの指定席の空き具合のランプは今回は切られていましたね。どういった意図で切られていたんでしょうか。ちょっと想像がつかないんですけれども、もし分かる方いたら教えてください。そして踊り子用のフライヤーがそのまま設置してありました。これから松本とか白馬に向かうのに伊豆ナビが何の役に立つんでしょうか。靴の裏についたガムの方がまだ役に立つというものです。
まあこればっかりは、この列車のためにどけるわけにはいかなかったんでしょうね。では23時58分、江戸急アルプス号は新宿駅7番ホームを発車していきます。埼京線のホームには終電へ向かう多くのサラリーマンの方、それを横目に見ながら一路信州へと連行される鉄道ファン9割、登山客1割といったところでしょうか。登山客の方特有の非常に大きめなリュックを持った方はそんなにいらっしゃらなかったので、どちらかというと私のような鉄道ファンの方がこぞってこの久しぶりの夜行列車を楽しもうということで切符を取ってらっしゃるのだなと思いました。眠らない街新宿駅のネオンを抜けていきます。まあ物騒ですよね。俺歌舞伎町の方とか本当行ったことないですもん。怖くて怖くて触らぬ神にたたりなしっていうところですかね。どうせ桐生さんみたいな人がワイワイ歩いているんだろうなというのが、歌舞伎町の僕の偏見が入っているようなイメージです。では新宿駅を発車しまして、まもなくですね車内放送が流れますので、この後少し黙りますね。ありがとうございます。指定席は全て発売済み満席でございます。あらかじめ指定席
場された交通系 IC カードをご利用いただけますが、大糸線の信濃大町駅終点白馬駅で降りのお客様、また松本駅から松本電鉄上高地線にお乗り換えの上、新島島駅までご利用のお客様は、Suica、PASMO等の交通系 IC カードをご利用いただけません。車内にて紙の切符のご購入をお願いいたします。その際、クレジットカードのお取り扱いはいたしかねますので、ご了承ください。最後にこの列車の名称、アルプス号についてご案内いたします。アルプス号は中央本線の準急、急行列車の愛称名として1951年から2002年の定期運行終了まで使われております。列車や時期によっては中央本線から今回の大糸線をはじめ、美濃部線、小海線、飯田線へ向かう車両を連結して多くのお客様にご利用いただきました。かつての中央本線の夜行列車の風情を味わっていただければ幸いと存じます。それでは目的地までどうぞごゆっくりお過ごしください。非常に素晴らしい車内放送でございました。この特急アルプスの名称は、急行アルプスが2022年に廃止されて、その22年ぶりに復活した名称なんですね。そういったアルプスという名前のルーツに関してもご説明してくださいました。大変素晴らしい車内放送だったと思います。列車は、ここら辺は例に漏れず、ゆっくりですね、各駅を通過していきます。ただでさえ臨時列車ですし、また中央線の忙しいダイヤの中にぶち込まれた、そんなダイヤですので、当然前が詰まってそこまでスピードは出せません。立川駅を発車しました。ホームにいる方々が、あれなんかこいついつものやつと違えなといった目線をこちらに向けているのは分かりました。また駅員さんもですね、この、特別な列車を見ようとまた意識しているのだなというのがこちらから伺えるような、そんな所作をとっておりました。八王子駅に到着です。八王子駅を出ますと松本まで降りることはできません。しきりに車掌さんが車内放送で注意しておりました。当然松本までの料金も取りますからね、容赦なく松本まで連行されますよと注意喚起、もとい脅しのような車内放送がなされておりました。さて、これで泣いても笑っても次に降りれるのは松本です。また中央線沿線各駅でこの復活した夜行列車を取ろうとですね、撮り鉄の方々が思い思いの道具ウェポンを持ってですね、こちらにレンズを向けていたのが非常に印象的でした。遅い時間までお疲れ様です。八王子を出発しまして、列車の車内がですね、暗くなりました。とはいえ、前後そして真ん中の電灯がついていたのでそんなに暗くはないです。急行浜那須と比べるとですね、まだ目に光がちらついてしまうなという、そんな気がしまして、仕方がない部分があるとはいえ、正直寝づらいっちゃ寝づらいかなっていうのが、僕の感想だったかなと思います。浜那須の電球の色が薄茶色だったのに関し、に対して、E257 の、白色の電球の色がね、まあちょっと目にダイレクトに光が入ってくる原因なのかなとも、振り返ってみると思うかなってところですかね。さてさて、列車は高尾駅を通過します。ここを通過すると、いよいよ首都圏から離れ、山間部へと入っていきます。なんやかんや、多分2時前後だと思うんですけど、ここくらいまでは目つぶっても寝れない状況が続いてて、まあまあ、目が覚めた状態で甲府駅に到着しました。さっき引き合いに出した浜那須号以来の、座席の夜行列車だったので、正直、寝方を忘れたというかね、なかなか睡眠に入ることができなかったっていう感じですね。甲府駅での運転停車は数分のみでした。この後富士見と上諏訪にも泊まると先ほどの車内放送でありましたね。
列車の走行音以外まるで音がしない、この寝静まった街をですね通り抜けていくのが夜行列車の一つの魅力かなと思います。また隣にいた貨物列車はおそらくこの列車を先行したものだと思われます。富士見駅を発車します。富士見駅にはおそらく1時間前後くらい長い間停車していたのではないかなと思います。うっすらとなんか停車してからずっと止まってるな、でも寝ちゃったみたいな、そんな記憶がありますので、昔なんか北斗星が青森あたりで調整で長時間停車してたみたいな、そういう時間調整の意味合いもあってこの富士見駅には長めに停車したのではないでしょうか。そしてかろうじて上諏訪発車のね、動画撮ってました。停車した時は本当に全く記憶がございません。無事ですね、少しは寝ることができました。ただやっぱりちょっとね、僕自身年を取ってしまったか、なんか久しぶりの乗車だったからかわかんないんですけれども、以前の浜那須みたいにですねうまいこと寝れたかと言われると全く寝れなかったですね。久しぶりしすぎて、あとちょっと冷房が効きすぎていたというのもあって若干寒かったし、思ったよりは寝れなかったかなっていうところで5時過ぎに松本到着です。まあここら辺ではもう、まあ、寝るのは諦めてたというのが正しい表現かもしれません。まあ、ひょっとすると青森から札幌までの浜那須ではぐっすり寝れるんですけど、札幌から青森へ向かう浜那須ではあんま寝れないみたいな、その現象がこのアルプス号に乗ってても起こったのかもしれません。新宿から松本方面へ向かうときは寝れないけど、逆に白馬から新宿方面へ向かうときは周り周辺のところで遊んで疲れ切ってるから寝れるみたいなね、そんな感じになるのかもしれません。まあ白馬から運転されたのに乗ったことがない、運転されてないので立証のしようはありませんが、さて、まあ当然5時過ぎなので、夜も明けまして、日が高くなるにつれですね、非常に良い朝だなといった清々しい朝をこの列車の中で迎えることができました。これがね、昔札幌からの浜那須で迎えた、青函トンネルを抜けて青森付近での海からの日の出を見た、そんな朝を彷彿とさせて大変良かったです。5時52分列車は僕の目的地信濃大町に到着しました。松本で2割、信濃大町で3割、残りが白馬までずっと乗った、そんな感じでしょうか。まあまあな数の方が僕と目的を同じとしてか、信濃大町で降りたような気がします。松本ではそこまで、席が空いたような感じはしなかったです。少なくとも3号車では、他の号車では結構な方が降りたんでしょうか。まあそれはともかく、この特急アルプス号の夜行列車の復活はですね、鉄道ファンの方は大喜び、僕も大喜びでした。ぜひまた乗ってですね、次はぐっすり寝れるようリベンジもしたいですし、またこの後、立山黒部アルペンルートへ向かったんですけれども、そこへの接続も大変便利でしたので、どうにかこの夏の期間だけではなく、休み繁忙期には運転してほしいなと思います。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。